ふわふわの生クリームにバナナ、いちご、ブルーベリー乗っかってます。ここです。こちらですよ。あ、看板新しくなった。前違ったもん。巻き醤油です。いつも明洞に来たら必ず食べております。私たち一睡もしております。私たちが知っている韓国じゃない。うん。こんなところあったんだね。ちょっと私スイーツ食べたいです。なんかパンとか。もう私たちパワーがそんなに残っておりません。インチョン空港へ行きます。ソフトクリーム。あ、美味しい。さて2日目の朝を迎えました。皆さんおはようございます。今日はこれからですね、明洞でサムゲタンを食べて、その後、ナムデムンに向かいたいと思います。その後は未定でございます。で、今日はブラックのワンピースを着ましたので、昨日買ったこのキラキラのチェーンをまずつけてみたいと思います。一応長さもね、変えられるようになっております。これいくらだっけな、めちゃめちゃ安かった、数百円です。1000円しなかった。あ、映えますね。あの、いろんなカラーがあったんですけども、私はブルベなのでシルバーにしてみました。そしてピアスなんですけども、このニコちゃんのキラキラにするか、あとはクーちゃんそっくりのヨーキーのピアスにするか。まずはシルバーのピアス、ニコちゃんの。まあこっちの方が合うんだけどね、シルバーシルバーで。どうでしょうか。もうアクセ変えるだけで気分がね、上がりますからね。生まれてそうね、半年ぐらいのヨーキーちゃんのイメージでしょうか。なんかクーちゃんを連れて歩いてるような気分になるから。というわけで今日は、このスタイルでお出かけしたいと思います。韓国2日目、まだまだ楽しんできます。ではでは、行ってきます。あー、風が心地よいです。もうね、日本の女性が歩いてると、もうお店のお兄さんお姉さんが、あの、安いものいっぱいあるよってめっちゃ声をかけてきます。買っちゃう。うん、お友達がサングラス買うそうです。こちらも2万ウォンなので2000円ちょっとです。これかけてみようかな、私。これちょっとフレームが丸いタイプのものですけども、似合わなくはないけど、もうちょっと形が、ここの幅が欲しいかな。うん、ここのもうちょっと幅があるタイプの私は好みです。ワンピースもありますね。夏はね、こういった軽いのさらっと1枚で着たい。まだ寒いね、韓国。今22、3度なんですけど、日本の方が暖かかったよ。2日目のコーデはイデアのレザーのワンピースに、黒の、ロングのカットソー着ております。はい、でバッグはプラダで、靴はこれめちゃめちゃ履きやすいんですけども、ナイキの白のスニーカー履いております。で、昨日買ったこのキラキラのネックレスとくーちゃんにそっくりのピアス、あ、映んないね。ファッションこんな感じです。韓国のパックは品質もいいし、お値段もリーズナブルなんですよね。ちょっと一つお土産に買っていこうかな。うちのアルバイトの女の子たち日頃頑張っているので。パックどれがいいんだ、いっぱいありすぎてわかんないよ。見てください、これクレンジングフォーム50パックで8本入ってるんだけど、2万6400ウォンだから3000円しないです、8本で。めちゃめちゃ安い。
っぽい絵撮りますので、ウェブ号か。もうね、いろんなキャラクターのバッグがございます。これはスタバのパクリでしょ、完全に。これかわいいけどね。え、まあ韓国ですよね。あ、 M のバッグかわいい、美穂だから使える。サムゲタン食べに行くんですけど、さすがに久しぶりで場所がわからなくなっちゃった。昔は年に2回とか来てたんですよ、韓国で。もう4年ぶり、コロナあったから4年ぶりなんですけど、私たちがよく行くサムゲタンの場所が、もう必ずミョンドンに来たらここのお店のサムゲタンを食べるんです。あ、そう、チキンも美味しい、チキンも食べよっか、じゃあせっかくなので。ここです、こちらですよ。あ、看板新しくなった、前違ったもん。儲かってるってことですね。こちら必ず、私たちソウルに来たら必ずここのお店に行くんです。めちゃめちゃ美味しいので、皆さんもぜひ来てみてください。2階にあります。これなんて読むんだろうね、読めないけども。中に入ってみましょう。あ、来た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 、わーすごい、見てください。熱そうね。この勢いが半端ない、熱々のサムゲタン、これは本当に美味しいんですよ。毎回来たら食べてるんですけども、皆さんにも食べていただきたいな。この大きさわかるかな。で、この中にもち米が入っているんですよ。この鶏肉の中にこのもち米がたっぷりです。これをいただきましょう。サムゲタンの中に入っているもち米いただきます。この何とも言えないこの優しい味、うん、わかるかな、見てこのトロトロなのお肉が、うん、しっかり入ってるんだよ。高いからね、こんな大きさの大きい高麗ニンニク入ってるんです。食べちゃいましょう。あ、柔らかい、うん、なんかお芋みたい、柔らかい。まあ癖はあるんでしょ、やっぱり、うん、高麗人参なんで。でも食べれますね、うん、そんな気にならない。栗発見。ちょっとドアップすいません、いただきたいと思います。ちょっと待って、コラーゲンもたっぷりです。うん、このチキン一つ一つも大きいね。あの1人前で4つついてくるんですけど、見てこれ、一つよ、一つでこの大きさ、わかる？私の顔の半分ぐらいあります。素揚げです、シンプルに素揚げです。余計なことしておりません。それだけお肉も新鮮ってことだよね。いただきます。カリッ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 、外の皮おいしい、カリカリしてて、確かに中はジューシーですね。やっぱ日本で食べるチキンと全然違うんだよね。なんでこんな違うんだろうね、まあ、もちろん日本でもおいしいんだけど、素揚げでこんなにおいしいって。皮の部分なんですけど、うん、巻き醤油です。もうむしゃぶりついてる。チキンも完食です。ごちそうさまでした。あ、楽しみにしていたナンレムンですよ。何を買おうかな。ここですよ、ラムデムンって書いてるのかな。地元の方も観光客の方もみんなラムデムンには来ます。もう日用雑貨品がたくさんあります。すごいね、でもね、やっぱりね、この街並みが日本にはないもんね。
うん、このお店の前にたくさんさ商品出てないじゃない、うん、島村より安いそうです。いくら1枚1万ウォンってことは1000円ですね。もう山積みですよ T シャツが。こっちはスウェットだったりトレーナーがありますね。バッグやら帽子やら、これは何だろう、ピンホルダーとかいろいろありますね。飽きないですね。もうこの時間だから人ちょっと少なめだね、うん、気持ちいい陽気です。赤すりコーナーでございます。いろんな赤すりから、ボディタオルいろいろ売っております。お掃除スリッパ、裏がモップみたいになっております。ドライフルーツだ、おいしそう。これはマンゴーでしょ、あとこれは何だろう、豚かな、つまみなんかもピーナッツもあるし、いちごのドライフルーツ、これお野菜のドライフルーツもあります。だんだんと日が暮れてきました。本当一日が早いです。あっという間、昼間から動いているんですけども満喫しているので、あっという間にもう夜ですよ。でも私たちの夜はまだまだ続きます。この後もですね、とある町に来たいと思っております。皆さん、ここはイクソンドンという町です。すごい素敵な町ですよ、雰囲気がありますね。こうテラス席があってすごいいい雰囲気、なんかセットみたい。ああ、これドラマとかでも出てきたりしてるんじゃないっていうぐらいすごい雰囲気があってセットのような町並みですね。この辺りはカフェとかバーとかが多いのかな。なんかイルミネーションも、なにここすごいですね。わーかわいい。あ、私の大好きなお馬さんが、私こんなとこあると知らなかった、すごい素敵。ここは何、イタリアン、なんか和テイストのイタリアンですね。あ、なんか韓国って感じがするわ。多分有名店なんでしょうねここも。すごい、さすが私のお友達は韓国通です。すごい、なんか素敵です、ムードありますね。何、海外みたい。あ、まあ、ここ海外なんだけど。あのいつも行っている、私たちが行っているソフ、あの韓国とは違うね。わあ、チーズここで作ってるの、あ、本当だ、チーズの店だそうです。かわいい。このキャラクターなんていうキャラクターなんだろうか。これチーズケーキなんですって、このひよこちゃん。これ上も下も全部チーズケーキだそうです。これ買います、テイクアウトで買います。私たちが知っている韓国じゃない。うん、こんなところあったんだね。ちょっと私スイーツ食べたいです。なんかパンとかいい匂いを嗅いでいたらめちゃめちゃ食べたくなってきて、甘いものが食べたい、甘いもの食べたいよ。美味しそうなパンケーキ並んでます。ちょっとここで、お茶したいと思います。見てください、フルーツたっぷりのふわふわパンケーキが来ました。そしてカフェラテです。ふわふわの生クリームにバナナ、いちご、ブルーベリーも買ってますよ。食べてから何も食べてなかったからね、ずーっと歩きっぱなし。あー、甘いものが欲しい。
からん。ふわふわだね。あと生クリームがそこまで甘くない、さっぱりした生クリーム、疲れが取れる。エクソンド最高です。また来たい。いや、必ずソウル来たらエクソンド皆さん行った方がいいです。とりあえず今日はこの後夜カジノに行ってそしてホテルに戻りたいと思います。じゃあ皆さんまた明日お会いしましょう。バイバイ。皆さんこんにちは。ですね、今日は3日目の朝というかお昼を迎えました。ただ私たち一睡もしておりません。こんな予定じゃなかったんですけどね。実はですね、昨日ですねイクソンドン行った後に、カジノに行ったの良かったんですけど、まあ久しぶりすぎて、まあ楽しかったんでしょうね。夜の10時から先ほど11時まで女2人でカジノをやってしまいました。旅の思い出ということでチェックアウトの時間が来ておりますので、ホテルを出たいと思います。ではでは。こちらの店に来たら必ずこのカルクスというヌードルを食べます。あとちょっと今日お腹がねいっぱいだから食べないんですけど、このマンドゥという餃子も食べます。これも美味しいですよ。実物が来ました。カルクッソという、ヌードルなんですけども、いつもミョンドンに来たら必ず食べております。そして必ずついてくるこのキムチが超ニンニクが入ってます。でも今日私たち寝てないので、こういう時はしっかりね食べてもいいと思います。辛いキムチを入れながらいただくとさらに美味しいです。このミョンドン餃子の麺はですねかなり柔らかいので、もうなんか軽くてつるっと入りますちょっと辛いですね。汗出てくるわ。でもなんか元気になってきた。やっぱりニンニクパワーってすごいですね。これを食べないと始まらないんでとりあえず食べ終わったらどうしようね。ミョンドン餃子でヌードルを食べましてお腹満たされました。この後私たち眠くならないことを祈りたいと思います。というかね、昨日の夜の10時から午前の11時までカジノやってたんですよ、ぶっ通しで。まあ、よくやりますよね。オリーブヤングでちょっとコスメ見て、あとお土産買いに行っていきたいと思います。はい。もう私たちパワーがそんなに残っておりません。インチョン空港へ行く前にソフトクリーム。あ、おいしい。このソフトクリーム、私あんまり牛乳っぽいのも苦手で、まあ、生クリームっぽいのも苦手で、あ、ちょうどいい。目が覚める。あ、冷たい。滑らかですよ。滑らか。あ、冷たい。体が冷たい。あ、一気に食べたら。あ。